ちら品番が 211B のファーミニマルシェバッグです。はい、はい、お色が文ちゃんが持ってるグレーと、はい、あとグリーンと、はい、私が持ってるベージュの3色でお値段が3800円でございます。はい、じゃあおすすめポイントお願いします。はい、ではおすすめポイントをご紹介していこうと思います。はい、これはね、もうおすすめっていうかもう見た目が可愛い。可愛い。うさぎみたいですね。そう、うさぎみたいよね。可愛い。こんな感じで、めちゃくちゃね、可愛い。もうおしゃれ持ちに、あの、必需品でございます。はい、で持ち方としては、まあ、マルシェバッグなんで、普通にこう持っていただいてもいいですし、片方通してね、こんな感じで巾着っぽく持っていただいてもいいので、結構ね、いろんな使い方ができるアイテムでございます。はい、で中は、ちっちゃくて本当におしゃれ用ではあるんですが、意外とポケットもね、しっかりついておりまして、嬉しいですよね。そう、ここにね、1個大きいポケットが内側、ジップはないんですけども、1個ね、ポケットございます。はい、でしかも、マグネットでここね、パチッて止まるタイプなので、うんうん、中がそんなに見える心配も、こんぐらいしか上ね、隙間開かないので、中が見える心配もなくて、可愛いだけじゃなくて、しっかり利便性も備えているアイテムでございます。はい、でファーの質感としては、多分、今年出たファーアイテムの中で、一番滑らかで、うん、あの、なんだろうな、スイスイしたスイスイみたい。毛足的にはそんなに長くは長すぎない感じではあるんですけども、うん、本当に一番柔らかい滑らかな、あのもこもことかボワって感じのファーではなくて、サラサラとした感じの滑らかな肌触りのファーになっております。はい、なんで綺麗めにももちろん使っていただけますし、カジュアルなコーデにも合わせやすいんで、意外とねコーディネート選ばずいろいろ幅広く使っていただけるんじゃないかなと思います。はい、でカラーがねめっちゃ可愛くて、あ、まさくるさいこれ、まずグレーはちょっとね、はい、ライトグレーっぽいかな。パッと見ね、ちょっとラベンダーがかってる感じもします。紫っぽいグレーで、まあ、でございます。でもう一個、これ多分ね、伊豆市では珍しい色だと思います。深めのグリーン、かわいい。ちょっと画面がね、黒っぽく映ってますが、詳しくは商品ページ見ていただきたいんですけども、うん、結構これ持つだけでおしゃれ感上がります。なんかグリーングリーンでもかわいいし、うん、かわいい。なんかね、商品ページイエローのニットとかと合わせてたんですけど、それもかわいいんで、ぜひ試してみてほしいのと、鉄板のベージュ、かわいい。鉄板でございますね。うんうん、これ一番うさぎ感あるかも、ね、確かに、うん、かわいい、かわいいです。はい、なんで本当に色もね、豊富なので、お手持ち持ってないね、色とか持っていただくと、よりおしゃれ感出ていいと思います。はい、はい、です。あ、すいません、リバーシブルじゃございません。私がちょっとちょっとね、はい、今ここにあるサンプルが、あの、間違っておりまして、はい、すいません、あの、実際届くのはね、リバーシブルじゃないんですけども、はい、はい、ごめんなさい、私間違えました。はい、裏地はですね、表地と同じ色になってます。ちょっとね、今手元にあるサンプルが間違っていて、正しい色眼鏡、ね、お伝えできないのが申し訳ないんですけど、うん、確かね、緑は合ってたはずだな。こんな感じでね、緑は確か黒だった気がします。もし間違いがあったら、またあのインスタ等で流しますが、はい、後ろはね、あのつるっとしたあの光沢感のある裏地がついております。はい、はい、です。あやここさん、目と鼻つけたくなるバッグって確かにね。でもなんかお子さん用につけても可愛いかもね。あ、確かに。私もいとこにつけて、なんかスマイルとかにも可愛い。ああ、確かに可愛いと思います、うん、なんかプレゼントとして、ね、プレゼントとかね、うん、いいよね。可愛いと思います。はい、あーね、さなみさん、モフモフ触りたいって、本当にこれは触ってほしい、はい、マジモフモフ。いやね、スリスリしたね、本当、本当に気持ちいい。ねえ、間違い、わかります。わかる、めっちゃわかります。一生ベッドから出へんね、全部これにしたい、うん、ね、絶対気持ちいいわ。はい、うさぎバッグと名付けよう。あー、なるほど。あ、うさちゃんバッグの、うさちゃんバッグかわいいね。かわいい。くまちゃんとかうささんとか、確かに多い。犬種、犬種多い。動物が多いけどね、うさちゃんバッグかわいいと思います。思います。はい、そうね、確かにちょっとそこまでの時も可愛く持てるバッグって、いや間違いない。しかも本体自体軽いから、うんうん、本当になんかちょっとコンビニ行くのにもおしゃれにしたい方とか全然おすすめです。はい、はい、いや本当になんかね、ちょっと今だったらちょっとお出かけとかの時とかね、本当に小物でね入れてもらっていいと思います、うんはい、うん、いやめっちゃ軽いです。付属品自社のマグネットのボタンだけなんで、うん、めちゃくちゃ楽です、ね、長財布もね入ります。うん、うん、しっかりね、そこ長財布ぐらいの横幅なんでしっかり入ります。はい、入ります。お、私が色、好きな色味ダークグリーンって、お、かわいいでしょこれ。これはほんまおしゃれね、うん、かわいいと思います。差し入れで使えると思います、これは。グリーン、グリーン、かわいい。確かにいいと思う、うん、かわいい、かわいい、かわいい、
なんかいいんですよ、この深みのあるバッグがよりおしゃれ度が増す気がする、うんうん、あとなんかやっぱファーモノって可愛い、うん、ガーリーなイメージですけど、うん、ダークグリーンだと大人っぽいというか大人の方でもなんかいい感じに持てそう、はい、気がします。はい、そう結構ほんと容量はねほんとめっちゃ入れて、マチとかがあるわけじゃないんですけど、うん、だからこそ柔らかいから容量は本当に入れていただけると思います。はい、はい、あ、やった、うさちゃんバッグ採用されたって、うん、はい、採用でございます。ありがとうございます。これがね、うさちゃんバッグって呼びましょう、はい、これを。はい。